はい、全陽堂山本生活院八代です。今回は気圧の変化で起こる頭痛やめまいの治し方についてご紹介します。雨の日など天候の悪い日に気圧の変化によって頭痛やめまい、ひどい時には吐き気などの症状が現れることがあります。頭痛やめまいが起こる原因や改善方法についてお伝えしていきますので、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。目の前に体調が崩れたり、台風の前に関節が痛んだり、季節の変わり目に頭痛がしたり、そのような症状で悩まれている時は、それは気象病になっているかもしれません。気象病とは、台風や梅雨、雨の前など気温や気圧、湿度という気温の変化によって引き起こされる体調不良のことを言います。心当たりがないのに突然体調が悪くなったり、原因不明の不調を感じたりする場合は気象病の可能性があります。気象病の原因となるのが気温、気圧、湿度の変化による自律神経への影響、身体へのストレス、そして前線や低気圧などがあります。気温や湿度の変化によって人間の体は周囲の変化に順応しようとしています。暑ければ汗をかいたり、寒ければ体温を上げます。その調節がスムーズにいかないと気象病という様々な不調が現れてしまいます。気象病は様々な症状があります。頭痛、低血圧、高血圧、集中力不足、気分の落ち込み、狭心症、リウマチ、関節炎、喘息、腹痛、肩こり、首のこり、神経痛、耳鳴り、めまい、不整脈、血栓症、神経痛など、よく出やすい症状は頭痛で、特に偏頭痛が起きやすくなります。肩こり、めまいなどが強く出ることもよくあります。このように辛い症状をセルフケアで改善していく方法をこれからやっていきますので、一緒に実践してみてください。血液循環を良くするために、血液やリンパが多い耳のマッサージをしていきます。耳の中に内耳という部分があり、これは体のバランスを保つ働きがあります。気圧の変化によって耳の内耳が敏感に反応してしまい、それによって気象病の症状が出てきます。では早速耳のマッサージをやっていきます。両方の耳を掴んで10秒間引っ張っていきます。引っ張る方向は斜め上と横と斜め下の3種類です。まずは斜め上からいきます。目を閉じて10秒間引っ張っていきます。次は横に目を閉じて10秒間引っ張っていきます。今度は斜め下に目を閉じて10秒間引っ張っていきます。次はそのまま耳をつかんだ状態で前回しと後ろ回しを5回ずつやります。最初に前回しから5回いきます。次に後ろ回しを5回いきます。はい、いかがでしたか？耳のマッサージをすることで血液循環が良くなり、頭痛やめまいなどの症状の改善になりますので、気圧の変化による不調でお悩みの方はぜひやってみてください。内容は以上になりますが、この動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、当院のホームページや LINE の登録が下の概要欄から登録することができますので、ホームページの内容を見たり LINE を登録することで
健康情報を配信しておりますので、ぜひご活用ください。はい、本日も動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。